大仁田敦史、大仁田敦史、大仁田敦史、1957年10月25日体は、日本のプロレスラー、政治家、タレント、俳優、長崎県長崎市出身、元参議院、議員、2001年から2007年、身長181センチメートル、体重77キログラム、弟、伊布亭は、大東文化大学法学部教授の松原隆明。 2012年に現役プロレスラーとしてヘルパー2級を取得。株式会社アルファ、ジャパンプロモーション所属。実家は風呂敷の製造、販売業。長崎県長崎市立美学屋小学校、長崎市立桜馬場中学校卒業。慶保高等学校に入学するも中退。日本一周徒歩旅行を計画。 長崎県庁前から出発し神戸までたどり着いたが、火事で家が全焼した知らせが入り断念した。ちなみに、長崎県庁を出発するときに、自分で地元マスコミを呼び、その様子が新聞に載ったというエピソードがある。41歳にして、高等学校を再受験し合格。1999年4月、寸大学園高等学校定時生課程普通科。 第3年時編入学、2000年3月卒業。同年4月、明海大学経済学部に入学したが1年で、中退。2001年4月、明治大学政治経済学部経済学科、夜学に入学。国会議員、プロレスラー、タレントとして活動しながら、大学に通い続け、社会人特別入試合格時に、4年というと嘘っぽくなるから、 6年で卒業したいと語っていたものの4年で卒業を。1973年、日本一周徒歩旅行を断念後、ジャイアント馬場に憧れて全日本プロレスに、新弟子第1号として入門し、1974年4月14日の後楽園ホール大会における佐藤昭夫戦でデビュー。翌年に入門した、淵正信、園田一次と共に、若手三馬ガラスと呼ばれた。 1981年に海外修行に出発。旧西ドイツで試合を行った後、デリーファンクの圧戦で、プエルトリコへ移動し、マサフチこと、フチマサノブと合流。その後アメリカ本土に乗り込み、ミスター・オニタ、ミスター・オニタのリングネームで、テネシー州メンフィスのクアに参戦。登場山本をマネージャーに迎え、フチとのコンビで、ジェリー・ローラービル・ダンディーや、 ロックンドールエクスプレスとアワ南部タッグ王座を争った。遠征中の1982年3月7日、ノースカロライナ州シャーロットにて、チャボ・ゲレロの持つウイ、インターナショナルジュニアヘビー級王座に挑戦。セコンドに着いた、テリー・ファンクの目前で、敵地でのタイトルダッシュを成し遂げた。王座ダッシュ後、日本に帰国する前に、メキシコ遠征を行い、 サングレ・チカナに王座を一時奪われるものの、すぐに脱会している。このベルトを引っ下げて、外戦帰国した大仁田は、当時ライバル団体の新日本プロレスで、爆発的人気のあったタイガーマスクに対抗し、ジュニア戦線のチャンピオンとして活躍。J. ヤング・ブラッド、ウルトラ・セブン、チャボ・ゲレロ、ドス・カラス、チック・ド・ノバン、ジプシー・ジョーラを挑戦者に迎えて防衛戦を行った。 サヤマタイガーの四次元殺報のような華麗さ、アクロバティックさはないものの、無骨で荒々しく感情を剥き出しなスタイルから、炎の稲妻と呼ばれ、人気を博す。ババヤジャンボツールダ、天竜玄一郎に続く全日第四の男として、注目されるが、九百八十三年四月二十日、東京都体育館でのヘクター・ゲレロとの試合終了後、リングを飛び降りた際に着地時に足を滑らせ、 全体重がかかった状態で膝を床に打ちつけてしまい、左室外骨粉砕骨折をして、しばらく欠場。医師からは、再起不能を宣告された。一度は復帰するも、かつてのような活躍は果たせず、ババ夫妻の勧告により1984年12月2日に、引退をかけて、新王者マイティーノの,の、インターナショナルジュニアヘビー級王座に挑戦するも、敗退。 1985年1月3日に、後楽園ホールで引退式が行われた。馬場は、付き人の大仁田を可愛がり、養子にしようと本気で考えており、馬場原氏は、引退式後に、大仁田を抱きしめて涙していたため、馬場夫妻にとっては、苦渋の決断だったことが伺える。川田敏明は1997年2月に、週刊プロレスでのインタビューで、 大仁田さんが最初に引退した時、原子さんは号泣していたと語り、その1997年2月に、大仁田は自身の愛弟子である早草を全日に参戦させようと、馬場と交渉の場を持った。その際、馬場は大仁田を邪剣に扱うことなく、欲しいものがあったら、家と大仁田にへ、早草の全日参戦を承諾した。その後、全日時代の知名度を利用して、 タレントに転校し、小松正雄に弟子入り。午後11時等にレギュラー出演するが、この時のタレント活動は長続きせずに辞めてしまう。その後、事業家として一時成功するが、すぐ没落して、借金まみれになり、土木作業員や配達員を経て、ジャパン女子プロレスでコーチに就任。1988年、同じく、 コーチをしていたグランハマダとの団体内での遺コンの決着をリング上でつけるために12月3日ジャパン女子高楽園ホール大会のハマダ戦で現役復帰した同時期に旗揚げしたばかりの第二次和布の会場へカオパスで入場しアピールしようとしたがフロントの係員にチケットを持っていますかと一般ファンと同様の扱いをされ会場に入れずに門前払いを受けた 1989年、合流馬率いるパイオニア選手のリングに上がり、強しと対戦。さらに7月2日に開催された、格闘技の祭典にて、空手家の青柳聖治と対戦した後、手元にあった全財産5万円を元手に、自らの団体、FMW を旗揚げ。10月6日に、名古屋城京スポーツセンターにて、旗揚げ戦を行う、対青柳戦。 1990年8月4日に潮止めで行われたターザンごととのノーロープ融資鉄線電流爆破デスマッチで一気にブレイクしこの試合は東京スポーツ主催のプロレス対少年間最高次愛賞を受賞するその後も川崎球場や西宮球場などの大会場で大掛かりなデスマッチを開催し続けて涙のカリスマやデスマッチの競争の異名で知られ雑誌育 タイガー・ジェット・シン、テリー・ファンクラ・往年の名選手を招聘して、幾多の構想を展開した。1991年に日本テレビの、天才、たけしの元気が出るテレビ、で紹介されて知名度が上がった。1993年2月の九州巡業中に、過密日程による疲労により、鹿児島で、試合後に倒れ、一時帰得状態に、 三十八日間の入院生活を経て、五月五日の川崎球場工業に出場。テリー・ファンクと電流爆破マッチで対戦。九百九十四年十一月一日に新高縄プリンスホテルで、放合箇所千0 0春突破記念パーティーを開催。九百九十四年五月五日の川崎球場大会のメインイベントで五万人を超す監修の中で、 天竜玄一郎と対戦するも敗北し、一年後の引退を宣言。引退の理由はこのままデスマッチを続ければ、本当に死んでしまうと思ったことである。1995年5月5日に、川崎球場で弟子の早草と戦い、二度目の引退。引退試合まで一年間をかけて、引退記念ツアーを命打ち、大仁田の試合が見納めになると思ったファンを集めた。 一時は俳優業に専念していたが、ミスター・ポゴの引退試合でライバルだった大似たとタッグを組みたいという願いを叶えるといったアングルで、この一試合限定という建前で1996年12月11日の FMW ザ沢体育館大会で2度目の復帰戦を行い、大似た、ポーゴ、田中正人、黒田哲弘組対、テリー・ファンク、大谷剛。義 ザ・ヘッドハンターズ組、そのままなし崩しに、リングに上がり続けたが、荒井翔一社長、早草、冬木行動らとの対立が深まり、1998年11月20日の横浜文化体育館大会を最後に、FMW を追放される。この時の対戦相手は1997年に、現役復帰したミスター・ポーゴであった。デスラーとしての大のもう一つの顔。 グレート・ムタのパロディーでもある。漢字表記は、グレーハキ・ニタ。もともとは、FMW が旗揚げして間もない1990年に、大ニタがアメリカ遠征を行った際、現地の試合で、ムタ割りの顔面ペイントを施し試合を行い、当時の週刊プロレスの記事に、グレート・ニタと紹介されたことをきっかけとする。その時は、遠征時だけの限定だと思われており、大ニタ自身もこの、 グレート・ニタに関しては全く語ることはなかったが、1994年にミスター・ポーゴとの交想において12月1日の広島グリーンアリーナ大会で正式にグレート・ニタとしてのデビュー戦を行う、ニタ、ホーチー・ウィング・ミタイポーゴ、大谷・剛ヨ組。素顔の時と違い、規制を発したり、奇妙な行動などを行い、対戦相手を困惑させる、ファイトスタイルを用いる。 法後の狂気攻撃を受け切った後逆襲に転じる試合展開に徹し、大似たではできない残虐な攻撃を仕掛けるところに持ちがあった。大似た二度目の引退試合に先立ち、1995年5月1日に大阪府立臨海スポーツセンターにおいて似たの引退試合が行われた似た田中正と新山勝利組対法後、ザ・グラジエーター、保坂秀樹組。 試合後、ニタは大阪湾の彼方に消え、二度と現れないものと思われた。だが、大ニタが現役復帰して新日本プロレスに参戦した際、武藤刑事がニタの存在に不快感を示したのをきっかけに、ニタと本家グレート、ムタとの一騎打ちが決定。その際、ワールドプロレスリング内では、ニタが消えたとされる大阪南港を舞台にした、ニタ復活の映像が放送された。 その寸前まで、学べゆアナウンサーに対し、お前はグレートニタを見たか。ニタは生きている。今から呼ぶ。と吠えていた大ニタが、ニタとして、大阪湾から現れ、マナベが驚愕の表情を浮かべる天末は、もはやキテレツさすら感じさせる映像となった。1999年8月28日、神宮球場において、無多いニタが行われた。 ノーロープステッセンバリケードマット、次元装置付き電流地雷爆破、ダブルヘルデスマッチ。しかし盛り上がらぬ試合展開のままニタは敗北し、試合後、ニタは死んだとして葬式が行われ、いつの間にか現れた大ニタは、カウ家の前で追いつした。しかしその後、2003年に WJ プロレスへの参戦に伴い、ニタは今魔界から帰ってきたというアングルで、再び復活させ、 5月3日のグランキューブ大阪大会で、長谷博氏と対戦し、国会議員対決を果たし、結果は、両者反則負け。FMW 追放後は、新日本プロレスへ参戦。1999年1月4日の、東京ドームでの佐々木健介戦を皮切りに、長野正弘、グレートムタ、長州ららトップレスラー相手に、メジャーの新日本マットで、 電流爆破マッチも実現。大仁田劇場と称されたマナベ・ユアナとのやりとりは視聴者を楽しませた。新日本参戦とほぼ並行して一部のインディ団体や FMW の OBOG たちの協力を得て大仁田厚志プロレスリングと銘打った自主興業を開催。小規模ながらも団体並みにシリーズを組んで地方巡業も行った。2001年に ジャイアントバーは3回きつい投稿業で、古巣、全日本に16年ぶりの参戦。テリー・ファンクと組、アブド・ラザ・ブッチャー、ジャイアント・キマラ組と対戦した。2003年に、WJ プロレスに参加して、コシナカ・シロウと、電流爆破マッチを行う。2005年3月26日は、午前中に、日本武道館での明治大卒業式に出席し、午後は、 高楽園ホールで、プロレス工業、プロレス卒業試合を行う。試合は矢口一郎と組んで、天竜玄一郎&、腰中四郎と対戦する、ノーロープ融資鉄線、ストリートファイトトルネードバリケードマットダブルヘル、フライパンデスマッチで、これで3度目の引退となったが、すぐに、明ケボノ太郎とデスマッチをやりたいと発言するなど、誰も本当に引退したとは思っていなかった。 アケボノとのデスマッチは口実の通り2012年に実現している。大方の予想を裏切らず、2006年に国のために死んでいった方々に礼を尽くす、記念すべき大会。もしよかったら参加させてほしいと、4月1日の靖国神社法のプロレス大会への参加を、中村義幸氷羅二次基し、大似た厚指提供法のおじ合いとして3度目の復帰戦を行う、大似た。 田中正人、ランジェリー、無藤組対、ケルベロス、やや、谷口、一郎キング、矢口組。当初はやはり、この一試合限りということだったが、2007年1月に、正式に、プロレスラー復帰を宣言。2月に行われるプロレス団体、二平組復活工業に参戦。それまで認める発言をしていた明けぼのに対し、プロレスに入らない、存在。 年内にホームリサルと発言。2007年4月29日に夕張市でチャリティー工業を自主工業で開催する。自らも出場したメインの有志鉄線デスマッチに衆議院議員の鈴木宗を特別レフェリーに迎えて破天荒な試合を繰り広げた。2008年2月5日、都内会見にて現役復帰を発表、通算5度目。 同月二十四日のロックアップ後楽園大会に予告通り乱入し、長州力宛てにタッグ結成を申し出る手紙を渡す。乗り気な発言は見られなかった長州だったが、後日、力プロ道場にて長州と対面したグ結成をほのめかした。四月、金村金太郎の強制はいせ事件からの復帰を思わしくないとする発言に金村本人が激怒。後に開かれた。 大仁田の会見に金村が乱入し一触即発となった。5月、ロックアップの大会にて金村、折原正夫 VS、大仁田、越中がメインに組まれたが、結果は大仁田が独切り攻撃で反則負けとなった。この2月の会見後、フリーとなった若林健治アナ、元日テレとの掛け合いから、大仁田劇場も復活となった。 2008年12月18日、昭和プロレス第二弾工業工楽園ホールで、メモリアルタッグマッチ、20分一本勝負に出場。クリス精神とタッグを組み、グラン・ハマダ、鶴見五郎組に敗退した。2009年9月26日、大仁田工業新規場大会。メイン終了後に、ターザン後藤が姿を現し、大仁田と握手した。2010年5月5日、 大仁田工業新規場大会でターザン五藤と組座グレートパンク初代座シューター組と対戦し6度目の引退試合を行うがすでにカムバックをにおわす発言もしている過去にプロレス雑誌で生涯現役と豪語しておりカムバックの可能性大だと予測されているターザン五藤から大仁田の引退は FMW 時代から全く認められていない 2010年11月22日、ミスモンゴルのデビュー15周年記念工業で、田中雅人黒田哲弘ミスモンゴルと組ミスターゴ・ポムリッキー富士・フジジウィンガー穂坂秀樹組と対戦。2012年初頭からは、リアルジャパンプロレスでの佐山佐都氏、01での明けぼのとの構想を立て続けに宣言したことをきっかけに、邪道軍としての活動を、 活発化。主に、矢口一郎、穂坂秀樹を手下として、行動を共にする機会が増加する。6月20日に、初代タイガーマスクとデンジャラススペシャル、ランバージャックデスマッチで対戦するが敗北。明け物との構想でも、8月26日、横浜大花火、横浜文化体育館にノーロープ有志鉄線、バリケードマットダブルヘルメガトン電流爆破デスマッチで、対戦し、 破れ、この2件の構想は継続する。2012年8月より、大仁田の工業は、大花火、は、開催地や、開催地の名産品などが入るとなり、ファーストオンステージが協力し、ファーストオンステージが運営する、ゼロイチが協力している。2013年2月8日、何話大花火、大阪府立体育会館第一体育館において、明けぼのと再選。 その時の試合形式は、ノーロープ有志鉄線電流爆破なは地獄、デスマッチ有志鉄線電流爆破バット詞、鉄線電流爆破椅子で、従来の電流爆破デスマッチのシチュエーションに加え、衝撃を加えることで、電流爆破が発生する、有志鉄線を巻き付けたバット及び椅子をリング上に設置した状態で、行前大未聞のものであった。この試合で、大似たは、 有志鉄線電流爆破バットでの一撃でアケボノを下し、リベンジを果たす。8月31日、横浜大花火、横浜文化体育館を置いて、大仁田厚志の化身、グレート、大仁田と、アケボノの化身、キラーエニーワェアによる、ノーロープ有志鉄線メガトン電流爆破&、史上初、人間爆弾デスマッチも行われ、大仁田は全日本プロレスの白石のブオーナーを、 人間爆弾に指名。この人間爆弾とは、爆破ベストを着た人間が衝撃を受けると、ベストが電流爆破されるという仕組みで、その人間爆弾を先に爆破させた者が、勝利するという特別ルールが設けられる。試合では、白石オーナーが自らを、ニタにタックルを浴びせ被爆、ダウンした。白石オーナーにを、ニタが覆いかぶさりカウント3が取られる形で幕を閉じた。 同年5月からは、河西淳による大仁田への批判コメントをきっかけとして、彼が率いる、うんチャインと、邪道軍による抗争が、プロレスリングフリーダムズにて勃発。この最中に、同団体の所属レスラーであるマンモス・ササキが、邪道軍へ寝返ったことから、フリーダムズ全体との抗争へ発展した。10月14日、越後大花火、時メッセ、12月13日。 日立国大花火、茨城県立スポーツセンター体育館、2014年3月21日、豚骨大花火、博多スターレーンを開催した。2014年に、トスポカミ場で、還暦電流爆破をもって一線を引くと発言し、7度目の引退を示唆し、電流爆破を引き継いでもらいたいとして、後継者探しをしていることも明らかになった。2015年から、 大花火を爆破規模を2倍にパワーアップした超花火プロレスとして3年以内の団体化を宣言01及び FOS との提携関係は継続。新たなベルト爆破を制作し1月23日、何は超花火大阪府立単育会館第2競技場において初代王座戦が高山義弘とのノーロープ有志鉄線電流爆破。 ダブルバットダブルヘルデスチによって行われ、高山が、初代王座に輝いた。3月21日、豚骨超花火、博多スターレーンにおいて、爆破王選手権、ノーロープ有志鉄線電流爆破マッチで勝利して、第二大爆破王を冠した。3月22日に行われた全日本プロレス、博多スターレーン大会に来場、全日本プロレスの若手につまみ出されそうになるも、 チケットを誇示し観客であることをアピール FMW 時代の試験持っていますか事件のオマージュ。秋山純社長へ電流爆破への招待状を持参したタッグパートナーの大森隆夫が受け取った。4月に旗揚げされた朝鮮党プロレス FMW に参加。5月23日大江戸町花火大田区総合体育館において 東京の長与千草とのコンビで、ダンプ松本タルトの男女混合電流爆破でスマ、に勝利。6月25日、超花火プロレス01回 MW の業務提携を発表。2016年8月26日、ファイヤープロレスリングを旗揚げしたが、同年11月29日に、2017年10月、ゴろに富士通スタジアム川崎で、 解散予定の、さよなら大仁田、さよなら電流爆破工業で、現役引退の意向を表明。大仁田の引退は7年ぶりで通算7度目である。なお、正式な引退試合は10月31日後楽園、ホール大会となり、大仁田は、海高木慎吾と組藤田和幸剣道家臣野度の差は論外組を相手に、戦い最後は、論外に勝利した。 2018年9月28日、ファイトマネーをもらわない、ボランティアレスラーとしてだが7度目の現役復活を宣言した。人によって好き嫌いがはっきりと分かれるタイプのプロレスラーだが、ドラマに出演し巧みな演技を見せると、一般的な知名度は比較的高く、かつては大似た信者と呼ばれる熱狂的な支持者も買った。特に FMW を起こして、以降は、それが、 奇跡のカムバックと捉えられただけでなく、大好きとまで公言したプロレスに対して、身を投げ打つかのような姿勢が強く支持された。テレビ番組がなければ、プロレス団体運営はできないと言われていた時代に、奇抜なデスマッチやパフォーマンス、様々なテレビ番組への出演により、プロレスに興味のなかった若年ファンの裾野を広げ、 FMW の経営を軌道に乗せたことを評価すべきだという意見が存在する。FMW が対立概念となり、伝統ある他団体の観客動員増にもつながり、業界全体への功績は大きかったとの評価もある。逆に否定的な評価、意見としては、FMW が成功したために、後にインディープロレス団体が乱立する縁印となったとするものがある。さらに、 FMW での活動は、流血やパフォーマンスが派手でデスマッチ中心であった、ために邪道と呼ばれ、際物とする意見も存在した。新日本参戦後は、ストリートファイトを強調すべく、邪道と背中に大きく描かれた黒の革ジャンと、エビルウェイズと記されたジーンズがトレードマークとなった。入場時は、場内禁煙の会場でもタバコを食い揺らすパフォーマンスで、 観客の意表をついた。これの新日本側も一度は遺憾の意を示したが、大仁田は、俺は東京ドームでタバコが吸いたいと、ガンとして譲ら、後の東京ドーム大会の入場時は、吸い殻がいつ捨てられても対応するため、大きな鉄板の灰皿を持ったスタッフが、花道の下で、大仁田の動きに合わせて歩く、光景も見られた。道の黒川ジャンは、年月日の、 靖国神社プロレス大会で一回東南にあっている。礼儀を重んじる人物であり、同期の聴衆力は年長であることから、敵対時でも三の継承を用いるなど、基本的に敬語で接している。聴衆も三付けで呼んでくれるのか。とあぜとし、長野正弘や橋本真也、松野幸秀らの後輩ですらも三で呼ぶこともある。1985年に、 初めて引退してから7度にわたる復帰と引退を繰り返している。そのため、大似たの引退宣言はあまり信用されず、メディアからも疑念を持たれるほどである。2017年10月に引退した際は恒例であることと体調面から復帰は絶対にない完全引退であるとしていたが、2018年9月に7度目の復帰を発表した。このにも、チャボゲレロから、 インターナショナル世界ジュニアヘビー級王座を奪取した際のフィニッシュである高角度前方回転エビ固め、同王座が、ムイ本部預かりかりら名称をウィインナショナル、ジュニアヘビー級王座に変更してチャボゲーロと行われた、新王者決定3番勝負の3戦目では、逆さ抑え込みで新王者になるなど、ジュニアヘビー選手らしいトリッキーな逆転フォル技もかなり多用していた。芸能活動も、 積極的に行い、NHK の大河ドラマ、秀吉では、八ちすかこ役を演じた。現在もタレント活動は続けており、時に番組のゲストであるゴージャス松野に椅子を投げつけるなどの暴力的な動を取り、他のゲストから一斉に避難を浴びるなど、その後両者は互いに握手を交わして若い、今もその破天交差は健在である。しかし、その一方で、 吉田剛しや杉作 J 太郎などは大仁田をリング内よりもむしろリング外の方がガチンコの人物で下手に絡むことができない。天性のアドリブ能力で渡り歩いてきた人物のため突発的にとんでもない行動を起こすことがあると評価している。2001年7月29日に実施された第19回参院選に比例区で出馬、初当選。 小泉知事ドレンの一人となった。元参議院議員、平野貞夫によると、当初は自民党からではなく、小沢自由党から出馬する子が決定していたが、大仁田が仕事の金銭問題を理由に出馬断念を表明した平野によると、大仁田は他党から出ないことを明言していた。しかしその直後に自民党から出馬を表明して、この約束を保護にしたという。 同選挙では自由連合より、佐山聡氏も出馬していたことから、かつてのライバル関係を知るファンから注目を浴びたが、双方とも互いの出馬にほとんどを触れず、大似たのみ当選した。2005年8月8日、参議院本会議での優勢、民営化関連法案採決を棄権。理由は、離党の郵便局が守られないからとされる。2006年参議院自民党副幹事長に就任。 2007年6月23日、直参議院選挙に不出馬、政界引退を表明。9月7日、自民党を除名された。2007年7月29日の第21回参議院、議員通常選挙では初当選時に引き続き、比例区での公認が内定していたにもかかわらず、6月23日に記者会見を開き突如政界からの引退を表明した。 通常国会の会期延長により当初は7月22日に予定されていた投票日が1週間ずれ込んだことなどを理由に安倍内閣への不信感が強まったとしているが、スキャンダル、口述が6月25日に週刊ポスに掲載予定で当選の見込みがなくなったための見引きであることは明らかであり、この行動は批判を浴びた。会見の中で自分は若者の代表だ。 夏休みでは若者の投票が減るといった発言をしているが、党の本人が当選した2001年の参議院選挙の投票日も7月29日である。このことを大似た本人が自覚しているのかは不明である。6月25日発売の週刊ポストに大似たが国土交通省のキャリア官僚とキャバクラ嬢や AV 女優を自宅の高級マンションに招き乱縮騒ぎを起こした。 ことを報じられた。7月17日に、党本部に、離党届を提出した。その後は、野党候補の応援演説、民主党公認の森裕子、大江康弘や同党、新党大地、国民新党推薦の田原香織などをしていた。9月7日に、前述の野党候補の応援を理由に、党期委員会全会一致で、自民党を除名された。提出され、 党本部預かりとなっていた離島届は不受理。政界引退後、故郷である長崎県でテレビやラジオの出演、地元市への登場など、精力的に活動を行う。景気低迷で中小企業等が厳しい状況に苦しむ姿を目撃し、長崎の再生を決意したとされる。2009年10月20日、2010年2月の 長崎県知事選挙に無所属で出馬する意向を固めたことが明らかになり、2010年2月4日に正式に立候補を届け出、松山千春の応援を受けた。2月21日に執行された選挙では9万8200票を獲得したが6人中3位となり落選した。2015年10月。 千葉県袖ヶ浦市長選挙への立候補を検討していることを表明したものの、その後断念している。翌年、相出寺の穂坂秀樹が同市議選に挑戦することとなった。いじめ撲滅を掲げ、プロレス教室で子供たちを指導している穂坂らしく、子供たちがスポーツを通して学んでいける、袖ヶ浦市にしたという。大庭は当時メディアを騒がせていた政務調査費の問題に触れ、 絶対に、政務調査費には手を出すな。一円たりとも一銭たりとも、政務調査費は、明確にしろとアドバイス。その会見の場に、同じ事務所の桜木学びも駆けつけていた。2018年4月15日、佐賀県神崎市長選に無所属で出馬したが、落選した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。